ラケッシュ・シャルマは、インド空軍のテストパイロットで、インターコスモスの一環として、ソユーズ T-11 に登場した宇宙飛行士である。宇宙を訪れた最初のインド人となった。シャルマは1949年に、パンジャブ州パティアーラで生まれ、ハイデラバードのセントジョージ小学校に通った。1966年7月に、 空軍の士官候補生として防衛大学校に入学し、1970年にテストパイロットとなった。1971年のパキスタンとの戦闘では、ミグに乗って何度も出撃し、功績を上げた。シャルマは急速に階級を上げ、部隊長となった。1984年にはインド宇宙研究機関とソビエト連邦のインターコスモスの共同宇宙プログラムに参加し、 サリュート7号で8日間を宇宙で過ごした。1984年4月3日に2人のソビエト人、宇宙飛行士と共に、ソユーズ T-11 で打ち上げられた。宇宙飛行中は、ヒマラヤ山脈に水力発電所を作るために、北インドのタスペクトルの写真を撮影した。彼は、当時の首相インディラ・ガンディに、宇宙からインドはどう見えたか尋ねられ、 メーンビナージャハイジャックケケイサクタフーン、サレジャハンセアジャヒンドゥスタンハマラという有名な返答をしている。地球に帰還するとソ連政府からソ連邦栄誉を受けたほか、インド政府からは二人のソ連人乗組員と共に平時の最高の栄誉であるアショカチャクラ賞を授与された。空軍中佐の階級で退役するとシャルマはヒンドスタン航空機のテストパイロットとなり、 あとに、バンガロールのナショナルフライトテストセンターを本拠として、国産戦闘機のテジャス等の試験飛行を行った。s p a c e、s h s h a r m、a f、r o m、a c t s b i o g r p h y o f r a k e s h s h a r m a r a k e s h s h a r m a f r o m a w o r k f l o w c o m ありがとうございます。